お待たせしました、父上。いよいよですね。憎き雨子を完膚なきまでに葬り去る時が、ついに。高影、お前には輝元と共に傷ヶ口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に雨子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ、父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるい真似はせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ、アマゴの鹿よ。雨子の命運やもはや風前の灯火よ。この光月城にて滅ぶがよいわ。こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでに雨子を叩かねばな。俺の出番だ。雨子との戦がここまで長引くとはな。だが、それも今日で終わりだ。すべては毛利の未来を。邪魔な雨子は必ずここで打ち果たそう。俺の敵じゃなかったよ。守備を散らしたか。では城来へと攻めよう。開門。やれ。我ら雨子の加勢に参った。格の背を。勝久様、すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来たな、鹿よ。貴様の国、今日こそ落としてくれ。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ戦力を温存するのだ。わしが行くと。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。じいさん、あんたは俺が必ず。各地に敵を抱えておる我が、今光月城を一つにこだわるとは思えぬ。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかけよ。よし、この砦は俺たちがもらった。この調子でさっさと攻め進むぞ。ファイト。では中央の味方を残らず引かせよ。わしに策が。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。観念せよ。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。場数が違うわ。おう、いいぜ。打ち尻。今ぞ、あらて。そこのお前、俺の出番だ。やられろ。まだだ、まだ俺は諦めない。鹿之助、お前はまだ終われないはずだ。させるかよ。奴らの兵端きっちり立っておかねえとな。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。二打兵がやられたか。中央に兵を送れ。
守備の薄さがいささか気がかりだが、攻めては緩められない。わしが行くか。かかったな。今だ、南北より挟み撃て。遅いわ。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。仕留める。勝ち目のない中出てくるとは。観念せよ。おう、いいぜ。愚かな雨子には罰をくれてやるよ。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。兵力を削られたか。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は仕方ない。全軍速やかに撤退せよ。開門。俺の出番じゃ。案の定織田は撤退を始めたようだ。いざお前小僧、雨子を捨てるか。信長よ、ならば今こそ攻勢に転じよう。温存した戦力にて敵の後輩をつけ、奴らを足止めせよ。兵数で圧倒するのだ。それ俺がしんがりを務める。我らの撤退、阻ませはしない。その首よこせ。くそ、奇襲を仕掛ける間もなく。おう、いいぜ。撤退かよ。だね、少しでも敵を蹴散らしとくか。やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて、残るは総大将勝久だけだ。南方の敵を抑えよ。進軍を許すでないぞ。俺の出番。いいぞ、お前ら。やすやすと逃がすと思うなよ。行け、奴らを仕留めるんだ。討ち死に。討ち死に。あがいてみろや。毛利攻めの大将、こんな猿野郎とは。信長は俺らを舐めてやがんのか。テロ鬼野郎、オイラの猿知恵を侮ると怪我すっからな。どうしたよ。くそ、我ながら不甲斐ねえや。俺の敵じゃなかったよ。なんと素晴らしき戦果よ。おう、いいぜ。策の触りは覗かねばならん。かなう相手ではなかったか。明智よ、お主は信長の命に依存ないのか。わしにはそうは見えぬ。逆しらに知った口を聞くな。俺の刃はただ信長がため振るうのみ。今度あなた、まずまず筋書き通りよ。しんがりの役目全うしきれないとは。開門。明智も羽柴も逃げ散ったか。まあいい、次は仕留めるさ。光秀様に秀吉様まで。俺たちは一体どうしたら。合わせるか。敵将討ち取ったぞ。耐えきれん。聞かせてもらう。これは見事なお手並み。聞かせ
せていただこう。撤退は無事阻めた。皆は光月城の攻略へ向かえ。光秀らは倒れ、織田の援軍は引いた。よ、そろそろ覚悟を決めねばならぬか。開門。俺の出番か。いいぞ、お前。勝久を討ち、雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。勝久様、今そちらに向かいます。その首よこせ。やはり現れたか。物分かりの悪い鹿に現実を教えてやる。勝利条件変更。わしが行くか。これにて雨子の討滅はなった。討ち死に。勝久様、そんな。司会は長きにわたる因縁に蹴りをつけてやる。使えるべき主君が死に雨子は滅びた。ならば貴様は何故今の牙を抜く。決まってる。合わせるか。命に報いるためだ。つくづく愚かな司会の。ならばその生きごと散るがよい。諦めるもんか。俺は父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の輝元様より急ぎ合流された人の伝令が。悲嘆に暮れる糸ますら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。高影のやつ、もっと乱れると思ったがな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。ま、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。